談合があったことは知っているが、積極的に関与はしていないと曖昧な供述をしているということです。警察は川崎容疑者らが市内の喫茶店などを使って5年以上前から談合を繰り返していたとみて調べを進めています。次です。都会のど真ん中にアライグマの親子が現れました。東京都杉並区の住宅街で変な生き物がいると通報を受けた警察官が住宅周辺を捜索したところ、アライグマの親と子供2匹が庭に穴を掘っているところを発見しました。近所では可愛らしいアライグマの親子を一目見ようと人だかりができています。